関西ロケラストということで、最終日呼ばれてるんですよね今日は。はい、はいはいはい。何そのセカンドバッグ。あ、セカンドバッグ、ね、元カノにもらったやつ。あ、そう。地元に来ていちゃってここ。お、望まないセカンドバッグ。あ、トラックのサイドみたいな。何それ。だからまだ持ってるんだ。それ。あ、まあ一応一応。ちょっと嫁帰ってきてないんですけど。全部言うやつ。あの、まだお話伺えてないんですけど、そこは何のお店ですか？ここはたこ焼きの店です。はいはいはい。飲み屋のたこ焼き。はいはい。店っていうか、家みたいな感じで、近所の人が、まあ、好き放題やるような。兵庫県ですか、これ。兵庫県です、はいはいはい。神戸市。はいはいはい。とりあえず、じゃあ、生一つ。ハイボールとか、ハイボール。いやー、いいっすね。嫁帰ってきたら、嫁が食べるんで。あ、いいな。何やってるっすね。小学生。そうそう、最近ちょっと見てるというか。僕のチャンネルも結構見てくれてる。え、見てます、ね、あ、見てる、うん、あ、嬉しい。何が好き？どうも。チャラいやつやろ。セクシー声やろ。ミレーです。ミレーちゃん。ミレーちゃん。何だ、ミレーちゃんに反応してる。この前言ったソープじゃと思ってた。どうしました？撮影中断するなら今ですよ。お客さんもそんな話ばっかりやってる。どいつもこいつか。ポトネです。あ、こっちゃん。こっちゃん。こっちゃん。一応あんな感じやけど女の子です。三姉妹で。へぇ、あ、すいません、ありがとうございます。将来楽しみです。そうだよ、そうなの。だからあと10年ほどしたら、はい、ぼったくりたこ焼きガールズバーですよ。そうなんですよ、本当。いや、そうなんですよ、本当じゃないですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おい。うまい。何が飲んでください。超。ここに出たから。本当大きいな、これで。ね、大嫌いになってくれていいからね。帰る頃には大嫌いになってね。テレアだ。車でちょっと外出て。ずっと外出て。外出て。あ、そう。待ってて。そんなに好きなんですかね。後でサインあげる。サインあげたら喜ぶから。ミレちゃんの好感度も上がるし、子供に優しくしてることで視聴者からの好感度も上がる。あんないいやつじゃない。いろいろあるんですね。いろいろ。明太マヨ、ズリの唐揚げとか。砂ずり。あ、砂ずり。ズリって言い方って関西ですか？どうだよ、僕らズリ言いますね。ですよね。ズリって東京行ってから一回も聞いたことないもん。あ、カンペさんいらっしゃってるんですか？カンペちゃんが嫁のお父さんの同級生。僕、アイヌの唐揚げ行ったことある。まだデビュー前17、僕の先輩方やってる月間もやって、そこでアイデアが配布してた。その時はまだ高校生で一緒にカラオケ行って、高校卒業したら東京出て歌手になる。頭が悪い子やね。やっぱ歌うまかったんですか？そんな。ああ、なるほどね。めちゃくちゃびっくりするっていう印象ではない。ああ、はい。それやったらなんか若い頃出会い系で出会った女の子と一緒にカラオケ。今の話はね、あのビートルズがいい曲やみたいな話やからね、今の。いいよな、ビートルズって。いいですね、店
店の雰囲気が。なんでこんな選んでくれたんですか。YouTube 見てておすすめじゃないけど出ます。なんで面白くてそこからずっと見出すようになって。見た嫁もあのペヤング飲んでこってやる。ああいうとこでほんまあのスタイルだけのことを言ってたんや。今日はね、飲んでる。帰ってきました。あ、お、奥様。あ、こんにちは、ゆうてよ。あら、あらららら。あ、こんにちは。あ、大丈夫。あ、お疲れ様。こんにちは。どうも。どうも。どうも。暑いね。暑いね。暑いね。可愛い声。確かに。あ、すみません、後ろ。細いから通れるよ。いいですね、いいですね。通れるよ。いいっすね。なんかお水商売してたね。もちろん。ママ39歳。39歳の。はじめまして。はじめまして。声があの声と一緒。ほんまやな。いいですね。めっちゃ可愛い。ご主人は年上ですか。はい、年上です。47です。奥さんは見ていただいてるんですか、動画は。見てます。旦那ほどではないけど。はいはいはい。気持ち悪いとこあります。悪いとこは気持ち悪いとこぐらいしかないですけど。気に入ってる動画とかあるの。呼んでくれてるのに。今着実に上がってきてるのに。入って上がるから好感度は。え、ミレイちゃんずっと待ってくれて。いや、アメリカのあれ楽しみ楽しみによって。あ、本当ですか。上に乗ってもいいし。上に乗る。僕も上に乗る。メイちゃん、俺2人とも知ってる。おお、元気で。どっちが好き。ちょっと待って。どっちもそんな好きじゃないやんな。どっちも嫌いなんだろう。ごめんごめん、こんな質問したんがね、よくなかったね。あ、でも奥様に。え、かゆくつく。こんなクズに。どうしたら、もう疲れてきた。ごめん、ちょっとあんま話展開できなくて。退屈になってきてるわ。集中力ないからね、子供は。うわ、うまそう。うまそう。めっちゃうまそう。いいっすね。家族愛感じますね。俺のことすごい愛してる。愛してる。どんぐらいで抱いてるんですか。ゆきちゃんはこんなノリばっかりやから。神戦。僕もネタ大好きなんで。ああ、よかった。タオルくらい。ちょっとこの一連のやりとり、奥さんにカメラ向ける勇気はなかった。うわ、うまそう。これは普通のたこ焼き。はい、そう、うまいよ。うわ、うまい。うまいよ、これ。あれ、あ、うわ、うまい。超うまいわ。あ、うまい。うまい。あこの昆布だ。めっちゃうまい。お肉のチーズを乗せて。あ、これはチーズ乗せ。はい。食べるのは店の中だけで、持ち帰りもチーズあるけど。はい、持ち帰りのチーズ。とろけるチーズ。ちょっと、ちょっと。生姜、生姜、美味しいよ。めっちゃ美味しい。ありがとう。何やねんそれ。大阪帰ってきたわって感じだな。ポンドチーズ。
お、うまっ、めっちゃうまっ、あー、あー、あー、食べた、食べた、食べた、うまっ、うまっ、うれしい、うまっ、うまっ、僕、この怪物くんのドキュメント、フィシェルさん、大好きだ、あー、あったか、うすけさん、あった名前出へんかった人はもうええやん、うまっ、うん、殺到すると思う、これ、はい、これ何時まで開いてるんですか、ここって。基本8時までなんで、その時の状況によって。はいはいはい。10時から10時。しんどかったら、帰ろうか。うん。めっちゃちっちゃいのが3人行けるから、8時は8時で。うん。ガスコグリの子は。見て見て、映してもらって。何ちゃんですか？チヨンです。チヨンさん。あ、しょうちゃん、しょうちゃん。しょうちゃん、ちょっと。そんな、何やってんの？オッケーオッケー、うん、ね、知らん人に話しかけられたらな、うん、その目すんねんで、うますぎて、ちょっとこれ、これ超めちゃくちゃうまい、毎日食べてるの、たまに晩ご飯たこ焼きやったらええっていいよ、質問してきていいよ、いろいろ面白い答えで返すかって芸人さんやでハブか動画で見てる時より、うん、はい、かっこいい、うん、全然かっこいい塩マヨです、あ、ありがとうございます、いつも塩マヨ、塩マヨ、あ、うまっ、タコじゃないですよ、中が、え、はい、タコだと思った、すじ焼きの方、すじ、すじ焼きっていうやつです、はい、すじ焼きです、クーラーのリモコンどこなん、あ、そこの中スパラうまっ、うまっでしょ、ありがとうございます、いただいて、はい、うん、はい、いいなぁ、こういう家族は憧れます、うん、まあ一瞬結婚することないから、ああ、ね、奥さんがやっぱ10年ぐらい若かった言われてるね、私も間違ったかもしれないついてきたのは間違ったから本当に後悔してるとか嘘ですしおちゃんが全然結構照れやなって、ね、照れやなけどめっちゃ楽しみにして友達と帰ってくるところを、はい、ママ早く行くでって言われて、しおちゃん今違う YouTube で入れよ、はい、入れよ、肉のせのたこ焼きです、肉のせたこ焼き、牛皿のせのたこ焼きです、うまそう、牛皿もせちゃんが作った、カイノチ君の料理の動画参考にしながら、いやじゃあ今から食うやつあんま産まないかもしれないな、食べたれそうそう、何なんかつまんないって、ごめんなんかつまんなくなってきたって言って、つまんなくなってきた、ミレミレちゃん、ミレちゃんいけるミレちゃんいけるミレちゃんいけるミレちゃんできないですよね、やっぱダメだ、激しい気象に応じちゃうんでおい同じ結構ダメだ、よく言えんなお前だからちょっと子供いるぞ残ってないですか、やばいですね、美味しい、いただきます、あ、どうぞ、怖いな、いいっすね、こういう人でいったんと思います、うん、なんかめっちゃ赤いけど今日どうした、激辛食べた後みたいな、そう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 、え、カミス君今日口へん、ゆだれどりです、あ、ゆだれどり、あ、スーパーですね、これが作ったやつより全然こちら使ってくださいね、うわこんなとこやから申し訳ないです、すいません、うわ、いいよ、うん、なんかいつもなすごい綺麗なとこよく行ってらっしゃるじゃん、いやいや、全然それ綺麗、いや、全然それ、それはね、もう昨日と比べてたっけ、いいよ、なんか昨日、いや、あのこの世で一番汚いところに行ってます、うわ、うまい、すじ焼き欲しいですね、あ、あ、チューハイ、みんなチューハイ入れて、しおんも、しおんちゃん、この二人はチューハイはちゃんと入れれる、あ、そうなんですか、じゃあ入れてもらおう、みれちゃん入れてくれるのなんだこれ何入れる、チューハイ何入れるの、チューハイ何、みれちゃんが選んで、まあ、何入れても、何バーライオン、すごいですね、うん、立ってるんですね、どうしたどうした、非常に顔赤い嘘、どうしたお前、めっちゃ変わった、カイトトロフとか持ってくんやね、どうぞって持ってこないとダメ、ありがとう、しおちゃん、あ、やっと来た、
こんにちは。つまんない YouTuber 見てもね、しょうがない。怪物組めないと。ああ、そうそう。すごいですね。ほら。正月の実家の会話やな。いいっすね。週一で行きたいもんね。もう受け入れください、本当。そうね。乗れます。しょうちゃんじゃん。しよう。強めの酒もらいたい。家族全然弱いへん。弱いへん。赤いです。うん。ああ。うん。何だったの？何言うの？あ、何行きます？じゃあ、じゃあ、みちょ、みりちゃん指名で。指名。全然寄ってこないですね、こっちに。ご飯ばっかりで。そうですね、移動します。ああ、ありがとうございます。みりちゃん早いので、呼んだ程度。お願いします。立ってみたい。女子にとって大外れの相席を思い出しました。ギャグやりますよ。ちょ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 最初で今手をされてなあ、売れへんよなあ。最初でちょっと来てますよ。写真っていいの？写真写真撮っていいって見る。ほらミレイちゃんだって外待ってたんですよね。そう、外でずっと待ってました。まあまあまあ、ちょっとね、慣れへんことやから。いや、そう、お勤めしてみてか、急に恥ずかしくなって。楽しみにはしてるのよ。いいから、いいから、そんな知らない YouTube 見ながら。 YouTube じゃない、 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 YouTube じゃない。唐揚げは冷凍させてるけど、今日は怪物切れた。解凍してくれた。解凍じゃなくて、それ以上はいいよ。やばい、うまい。めちゃめちゃ汚いけど、一緒にたこ焼き焼いてよ。あ、お、好感度が上がるところね。たこ焼きパーティー、ここで。女の子と初めてたこ焼き。あ、そう。まあまあ、女の子と初めてやな、これ。これがたこ焼きの粉です。あ、粉で。いいですか、しょうちゃん行く。シーシー、シーシー、じゃあお願いします。ゲンジさん、ゲンジさん、ありがとう。このまま映像流しておくと好感度になる。ありがとう、ありがとうね。ちょっと手が重くなるまで来た。シーちゃん、いい、これで大丈夫、ダメ。映像に入れてって言いますよ。声が手届きや。じゃあ何言ってんの、さっきから。おお、これなんですか。これ鮮カツ。鮮カツ。あ、でもな。おお、お、しーちゃん上手だね。優しくしとけばいい。家に連れて行きたいですね。ちょっと経験の。めいちゃん、たこ焼きを作るの。あ、そうなの。あ、そうなんですね。たまにやらせます。たまにやらせます。あっちで、ちゃんとした焼き台の方で。アラビズ出てる。来たよね。来たよね。やった。歯見て、これ。よっ。おい。あ、みーちゃんの、ちょっと、寄ってきた。なってくれ。ビリーブインの。そんな話の途中でフリーズすんのよ。ありがとう。まだかな。まだまだだよね。どうでした、はい、ゴゴ盛り上がってる。ゴゴ盛り上がってる。全部持ち帰りたい。あ、でもやってくれてるんだよね、ミレさん。ミレさんが、ミレさんが。若いっすか。若いっす。若い。どういう感じなんですか、ちゃん。ああ、そうですか。あといい。ああ、でも
ってるよ俺たちの母ちゃんの笑顔は絶対にアンチ来ないからこんちゃん可愛いなできてるじゃんおーなんかおおしくなさそうあ、やったおー、出てたこちゃん、猫いるかわいいこちゃん、猫いるそうそうそうあ、でも、できていたでも、ほら、でもそれ持ってって。ママやって。今のこちゃんさん、マジで。ほら、待ってます。あ、私の手が、ちょっと怖い。あ、すごい。あー。ふん、見えちゃって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 。ふん、今度からして、リアルでこんな感じ。違う。開けていってない。埋めるしかできてない。で、褒めて、もうリアクションなく。あ、リアクションなくない。いいんじゃない？もう、結構いい感じじゃないですか。ね、もう一回やるわ。もう一回。何から参加してくれちょっと。あ、ありがとう。あ、いいね。あ、ありがとう。やった。俺の人見えた。あ、ありがとう。やったやった。うん。うん。お、お、うわ、お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 。うまい。あ、よかった。おいしいよ。ありがとうございます。いただきます。いやー、はよ。ありがとうございます。あ、ええ感じで焼き色になってる。だって。あ、おいしい。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 何今の。あ、お願いします。いいですか？いいですか？あ、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 こんなにも心通ってないのに来てほしい、東京来てほしい、みんちゃん来て、いい約束ね自腹で来て自腹って自分のお金でってことよどう怪物くんとトイちゃんのことはちゃんと嫌いになれたあ、じゃあ、最後に、お店の情報というか場所が神戸市の阪神大江駅徒歩1分定休日が月曜日平日が10時から1時、うん、夕方が4時から8時、はいはい、土曜は12時から8時まで同時で、はい、わかりました、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにこの大江駅っていうのはその阪神西宮から、はいはい、神戸方面に向かって、はい、ね。